アルド君、何しけたつらしてんの。ゼロスはこんな時でも調子が変わらないんだな。おっと、それって俺様が不真面目だとでも言いたげ？そういうことじゃないよ。どんな時でも自分のペースでいられるってすごいことだと思うしな。だろ？アルド君もようやく俺様の凄さを認めたってわけね。しかしまあ実を言うとさ、今回の件俺様もちっとばかしナーバスになってんのよね。どういうことだ？生まれてこの方自分の意思で何かを決めることもできずに周りの大人に利用されて、そんでいざとなったらいらない奴扱いされるって話。俺様にもちょっぴり覚えがあってな。あのかわいそうな女の子を見るとなんだかそのことをほんの少し思い出しちゃうってわけ。ゼロス。ただそんな奴でもよ、救ってくれる人ってのはやっぱいると思いたいわけよ。悪いな、柄にもなく湿っぽくなっちまった。そんじゃまあ、飯でも食ってとっとと休んで次の戦いに備えようぜ。ああ、必ずあの子を止めて助けよう、ゼロス。おっとそうだ、お人よしておせっかいなアルド君にこいつを渡しておこうかな。もし俺様の力が必要だって思った時にきっと役に立ってくれると思うからよ。ありがとう、大切にするよ。